どうも、チューバーチャンネル TV、カミヤンです。今回もディズニーマジックキングダムズ続きやっていきたいと思います。早速、マーリンの収集の魔法を使ってアイテムを集めていきます。宝箱が見えるが、私は気づいていない。マクガフィン卿。クエストクリア。さあ、びっくりマークがついている新しいクエストが出てきた。イベントクエスト。さあ、エレノア。ダンブロ補助を立てよう。さあ、そしてマクガフィン卿を歓迎して、グーフィーとミッキー、こちらもクエストクリア。さあ、サイドクエストサクッとやっちゃいましょう。クエストクリア。さあ、そしてメリダと恐ろしの森のパレードを始めると。さあ、宝箱を開けていく。さあ、アイテムを回収していきましょう。さあ、そしてマンダロリアンですね。失礼しました。ちょっと噛んじゃう、これは。マンダロリアン。さあ、レベルアップ。マンダロリアンがレベル2にアップ。さあ、ジェムなどをゲット。獲物を探そう。さあ、やってもらって、さあ、そしてこれ立てましょう。さあ、こちらでいいかな。この向き、縦で。さあ、場所を決めてチェックボタン。さあ、7時間ちょっとかかるみたいだ。それまでお預け。アイテム回収に勤しみまして、さあ、どうだ。まだだね。そう簡単にはいかない。さあ、タップしていく。さあ、そしてマクガフィン卿をレベルアップ。レベル2にアップ。さあ、クエストが出てきた。サイドクエスト。さあ、今度は軍曹をレベルアップ。レベル2にアップ。さあ、ランドアップで休もう。軍曹のクエストをやっていきます。飛び跳ね方が可愛い。
さあ、売店の後ろを通って、さあ、そしてクエストクリア。エリノアだ。エレノアって言っちゃった。さあ、こちらに進んできて、さあ、この中に入る。クエストクリア。さあ、そしたらイベントクエスト、魔女のコテージに潜入しよう。やっていきまーす。大きいからバレちゃいそうだけどね。もうちょっとゆっくりというか、わからないように潜入してほしい。まあそこも面白いけど。さあ、ティンカーベルをレベルアップ。さあ、クエストクリア。さあ、そして引き続きマクガフィン卿。どんどんクエストを進めていく。さあ、そしてティンカーベルがレベル3にアップ。さあ、軍曹のクエストクリア。そして宝箱を開けていく。2個目。さあ、デイリー報酬を受け取りましょう。クエストクリア。さあ、そして再びマーリンの収集の魔法を使ってアイテムを集めていきます。さあ、マーリンが回収をしてくれた。さあ、そしたらパレードでもやろうか。さあ、宝箱も回収して。クエストクリア。さあ、グーフィーのペイント・アンド・ハス、魔法をかけていきたいところ。さあ、このイベントクエスト、協力してやっていかないといけないみたいだ。さあ、再びまたやっていく。さあ、呼び戻して。さあ、そして。で、メリーウェザーをレベルアップ。さあ、もう少し待って。
メリーウェザーがレベル2にアップ。さああと2回でいいのかな、このクエストは。さあ総動員してクエストをクリアしていきたい。さあハムをレベルアップ。魔法レベルが2になったと。さあこれでアイテムがいろいろ手に入るようになったんじゃないでしょうか。ハムがレベル3にアップ。さあデイリー報酬ジェムをゲット。マーリンの収集の魔法を使っていく。これの方が効率化するのにちょうどいい。さあどうだ、競技会開始のクエストクリア。さあまたマクガフィン卿をレベルアップしないといけないみたい。アイテムが集まっていない。さあようやく。マクガフィン卿がレベル3にアップ。さあこれでクエストが開始できる。おっと、なんだなんだこれは。来園者の人がマクガフィン卿と一緒にくっついてる。おっと消えた。今のはどういうバグだ、一体何が起きた。合体してまして今。後ろにいる。なぜくっついてる。一心同体かこれは。おっと、同じ目的地に行くんでしょうか。気になる。さあどうするんだ。おっとマクガフィン卿と別れてしまった。さあデイリー報酬をゲット。さあそしてパレードをやっていく。マーリンが回収。さあエレノアをレベルアップしていたようだ。エレノアがレベル4にアップ。おっとまたマクガフィン卿をレベルアップしないといけない。まだ全然揃っていない。さあ窓のコテージを魔法レベル上げる。アップデートをしている。さあアイテム回収していこう。そしてピートは園内にいるがまだ仲間になっていない。さあ鬼火もタップしていきたい。
さあどうでしょう。もういないかな。さあ、ボーピープもアイテムは集まっていない。さあ、アトラクションがたくさんあるけど、スペースはちょっとないから、買っても置けない。ソーダショップ。お、これは置けるな。ちょっとどこかに置きましょうか。ここら辺は良さそうだぞ。設置。さあ、これで完了。売店がまた一つ増えた。さあ、ミッキーマウス。コスチューム。ハロウィンバージョン。こちらをゲットしていこう。さあ、今しばらくお待ちください。さあ、そして、重要なイベントクエスト。まだマクガフィン卿のアイテムが集まっていないから、とりあえずは、イベントのアイテムを集めていくしかなさそうだ。さあ、プリンスチャーミングが探している。さあ、こちらはメリーウェザー。さあ、今回の進捗状況。競技会開始までイベントクエストは終わっております。西の領主を迎えようが次か。ここまでいけるか頑張りましょう。さあ、まだまだ未開拓のエリアがたくさん存在している。パークのエリア拡大を目指していきたいが、まだまだクエストをクリアしないとこれは無理そうだな。おお、すごい。さあ、エレノア。エリノアだ。また間違えてしまった。さあ、デイリー報酬を受け取ろう。さあ、そして宝箱を開ける。サマーリンで収集していく。アイテムを集める。さあ、マーリンが回収してくれた。クエストクリア。
さあ幕掛け民教をレベルアップ。マクガフィン鏡がレベル4にアップ。めっちゃ噛んだ。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。